こんにちはサフランロードのマジです今日は村の薬局と言われるほどポピュラーなニームについて紹介したいと思います。こちらがカディワレ先生のところで作っているニームの粉とこちらがタブレットです。ニームの粉はこんな感じですね。でタブレットはこんな感じです。それからこちらが オーガニックの任務のカプセルに入ってますこちらは南インドのオーロビルというスピリチュアルなコミューンで作られているものです私個人的には必ずしもオーガニックと書いてあるからいいというわけではないと思っていますというのもオーガニックの認証を取るためにはいろいろな手続きがあってでたくさんの経費がかかって でそれでなおかつそういう犯行をもらうわけなんですけれども通常小さなあの診療所とかそれから農家の人たちはそういう経費をかけてまでオーガニックの認証を取るということは基本的にもう不可能なわけです。ですけれどもカディバル先生のところは昔から 山で作っていたり栽培している人たちのところから直接買いますのでまあ先生はオーガニックだと言うんですがそういうオーガニックの認証は貼ることはできませんニームは周りの私の周りでもみんな使っていますゼビアさんの一家も週に1回ニームの発泡を取ってきてそれを煮立てて家族で飲んでいますバルダさんも 甘いものを取り過ぎたりして死肉炎になりそうだなと思ったらニームを朝晩2錠ずつ取るとそれが収まってくるそうです。シバさんはやはり同じようにあのニーを風邪がひきそうな時中なはニームを取るんですけれどもニームを取ると風邪の症状は収まるんですが便通が止まってしまう。 まあ体を引き締めるものですからその体を排泄する気候の方が弱,弱まるというかまあ締める力の方が強くなって出てこなくなってしまうでそういう時には彼女はあ通常このトリファラグックルというものとそれから夜あスカサラクバティを一錠取ると任務を取っていても快調快便で過ごしていられると言っていました。 私にとってもニームというのは万能薬で何があっても風邪がひきそうになったり頭が痛くなってきたりそういうの時にはニームを2錠ずつ取るとかある時には3錠取るとかその時によって調整しますけれどもそのニームを取ることによってなんとかこのインドの気候を何十年にわたって乗り越えているという感じです。ニームは強力な抗菌剤であり 糖尿病にも良いとされていますし免疫力が下がったり体調がどうも優れないまあ風邪をひいたり頭が痛くなったり腸がおかしくなったりなんかこうそういうのはずっと続いて体調自体が落ちているなんていう時には大変強力な見方として作用してくれますので皆さんもこれからいろいろなものを取る時にそれを一緒にこういうことを頭に入れて取ってもらったらいいんじゃないかなと思います。 でシラジットと私はシラジットと一緒に取ってるんですけれどもシラジットと一緒に取ると効果が倍増するという感じになると思います。今日はどうもありがとうございました。ナマスカール。バイバーイ。